どうも、肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。普段あんまり家電系のコーナーは見ないんですが、ビーツのイヤホン、大谷さんの広告になってました。ビーツのイヤホン結構人気ですよね。私も昔使ったことがありますが、今は AirPods 使ってます。今週ビーツのイヤホン割引になってるので、気になってる方チェックしてみてください。大谷さんの広告になると売り上げ上がりそう。まずは気になった商品からご紹介します。ドクターエアー 3D ハンディマッサージャー2、お値段が11,980円でした。ちょっと調べてみたら医療機器商品みたいですね。ドクターエアーシリーズ700万台突破と書かれてます。すごく人気がありそうです。使いやすいコードレスタイプ、片手で軽く使えるのは手軽ですね。あとはキャットトンネルベッド、お値段が2,768円でした。シャカシャカと音の鳴るトンネル。ベッドは触り心地のいいふわふわな座布団のようで、トンネルはちょっと触っただけでも猫ちゃんが好きそうなシャカシャカ音が聞こえます。前にこういうトンネル式の商品購入したことがあるんですけど、こんなに音はしなく、猫ちゃんたちも飽きちゃって、これなら喜んでくれそう。ちょっと気になってます。あとはムーミンパスタカレー皿4枚入り、お値段が1,598円でした。21.5センチ、4種類のカラー、4種類のデザインですごく可愛かったです。ムーミン好きさんに人気がありそう。あとはボール6個入り、お値段が1,998円でした。見た目はすごくシンプルなボールですが、デザインそれぞれ違いそうです。あとはパンチルとネットワーク Wi-Fi カメラ2個入り、お値段が5,580円でした。1個あたり2,790円と破格な金額です。私もペットカメラ以前購入したことがありますが、1台でこのぐらいの価格してました。私はペット用に購入しましたが、赤ちゃん用のカメラとしても良さそうです。あとはフラットワイパー、お値段が1,298円でした。今まではミシュランのワイパーが置いてありましたっけ？私一度購入したことがあって、それ以来購入してないので、そろそろ買い替え時期かななんて思ってます。あとはハミングフレア柔軟剤、サボンデサボンの香り、2,800ミリリットル入り、お値段が1,298円でした。サボンデサボンの香り、もう聞くからに香りが良さそうです。今使ってる柔軟剤が終わったらこれ挑戦してみたいなと思ってます。すごくいい香りそう。あとはラウンジセット、お値段が通常3,598円のところ割引してて2,798円でした。グレー、ブラックの色が販売されてました。上下セット、男性の方の部屋着にちょうど良さそうです。あとはクリスマス系の商品すごく増えてきました。今週はツリー入荷されてました。いろいろなサイズのツリーがあって、大きなものから置きやすいサイズまで。アメリカのお家は広いので、高さ 2.7 メートルのツリーも入るんですかね。あとはクリスマスファッションリース、お値段が4,498円。クリスマススワッグ花飾り、お値段が4,280円でした。どちらとも2色の色が販売されてます。見た目すごくいいですよね。リースの方は直径61センチ、花飾りの方は約81センチあります。見た目がよくインパクトがあります。視聴者様はリースを玄関に飾ってると言ってました。あとは中国産レトルトスイートコーン6本入り、お値段が798円でした。一個一個真空パックになってそうです。チンするだけで食べられるトウモロコシですかね。最近中国産のものもちょいちょい入荷されてますね。あとは富士リンゴ 2.8kg、 お値段が1,498円。トキリンゴ 2.8kg、 お値段が1,398円でした。青森県産のリンゴがこんなにたっぷり入ってて、お値段お安かったです。ただリンゴは私の思ってるリンゴよりはちょっと小さめ。青森に行った時にリンゴを購入したことがあるんですが、結構大きかったイメージです。それとは違う品種なんですかね。あとは山形ラ・フランス、お値段が1,298円でした。
山形のラフランス10月21日解禁と書かれてました。私はラフランスというとコストコでデザートになったものしか食べたことがないので、生のラフランスって食べたことないです。このままの果物としてはとっても美味しそうです。お値段も1200円だったので買ってくればよかったなとちょっと後悔してます。来週見かけられたら購入します。あとはウィターズクオーレイタリアンチョコレート 550g 入り、お値段が1498円でした。今回もウィターズさんから新しい新商品が出てました。中にはミルク、ダーク、ヘーゼルナッツ。先週購入したウィターズさんのチョコレート、ものすごく甘く、ちょっと私には甘かったんですが、味は美味しく、甘党さん向きの商品です。この2層の中がとろけるようなチョコレート、昔は少なかったと思うんですが、最近いろいろなメーカーさんで出ますね。あとはカファレル 500g 入り、お値段が2168円でした。カファレルさんのチョコレート今年も入荷されてました。ただ今回残念なのが、前回まではバラエティセレクションということで2種類の味入ってたんですが、今回はヘーゼルナッツの入ったピエモンテが入ってないです。ボール型のチョコレート、前回とは違った味っぽいんですが、私はピエモンテ派だったのですごく残念です。そしてお値段も徐々に上がってる気がします。あとはお魚コーナーではヤリイカ 100g あたり149円、レンコダイ 100g あたり84円でした。イカも美味しそうなんですが、レンコダイもとっても美味しそうです。こういうお魚をお刺身で食べてみたいなと思いますが、煮付けも良さそうですね。あとはマック食品、本格せいろ蒸しお赤飯 1kg2 袋入り、お値段が1598円でした。お赤飯って作る機会ないですが、たまに食べたくなるんですよね。そういう時コンビニで購入してます。あとはカークランドメキシコミディアムロースト 907g 入り、お値段が2598円。パークランドペルーミディアムロースト 907g 入り、お値段が2488円でした。カークランド製のコーヒー豆増えてきました。以前までパープルのパッケージの方は販売されてましたが、今回はメキシコのものが入荷されてました。あとはスターバックスウィンターブレンド豆 1.13kg 入り、お値段が3448円でした。スタバの豆も入荷されてました。毎年人気商品ですよね。買われてる方も多かったです。あとは光味噌有機生塩麹 580g 2本入り、お値段が1198円でした。光味噌さんからの新商品、このメーカーさんからの商品って外れの商品ないです。今回購入しようか悩んだんですが、来週購入したいなと思ってます。塩麹、唐揚げにすると美味しいんですよね。あとはロアカトルティーナミニオリジナル 378g 入り、お値段が1768円でした。見た目チョコパイのようなすごく美味しそうなパッケージです。ただお値段1700円して内容量 300g 台、すっごくお高いなと感じました。ただパッケージ見ると42個入ってるので1個あたりは42円みたいです。パッケージはすごくインパクトがありますが、1個1個はすごく小さめなんですかね。あとはマイプロテインささみプロテインバーブラックペッパー12袋入り、お値段が1998円でした。マイプロテインの商品もだんだん増えてきました。マイプロテインの公式オンラインショップではこういう系の商品販売されてなく、なかなか手に入らない商品だと思います。運動されてる方の食事にとっても良さそうです。ブラックペッパー味なのですごく食べやすそう。今回買ってきた合計点数17点、合計金額 27,223 円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめに竹製小物入れスタッカブル、お値段が3398円でした。ここ最近でこの商品買ってよかったなと思う商品の一つです。私は今回このパッケージのようなコーヒーの横に置くようなそんな収納をイメージして購入しました。そしてできたのがこんな感じ。
とってもよく収納できたと思ってます。竹製で触り心地もスベスベしててとってもよく、これおすすめです。今回リピート商品だったり野菜類こんな感じで購入してきました。今回は家族に頼まれたものがほとんどで、私が購入したものは結構少なめです。今回私が買ったのが白菜だったりトマト、ベビーホタテ、あとはチュールぐらいですかね。家族はこんな感じのものをリピートしてました。どれもいい商品ですね。続いて卵サラダ、サンドジャンボシュリンプ 100g あたり238円、 712g 入ってて1695円でした。こちらの商品ちょっと前から販売されてる商品、購入したいなと思ってて今回挑戦してみたんですが、帰ってきて気づきました。ちょっとお値段がお安いものを選びました。他のものは1800円台が多かったんですが、ちょっとお安いものを選んだら、一番右エビが入ってない、うわー残念。結構こういうの当たっちゃうんですよね。まあこれはこれで美味しいと思うので美味しく食べたいと思います。続いてエアウォーターアグリ&フーズ北海道チーズケーキブリュレ 270g3 箱入り、お値段が1848円でした。1箱あたり616円です。とっても美味しそうな商品が販売されてました。もうパッケージからとっても美味しそうです。そして北海道という文字そそられます。続いてベトナム産アップルパイスプリングロール32本入り、お値段が1998円でした。1本あたり62円です。見た感じすごく小さなアップルパイなんですかね。お皿にいっぱい盛り付けられてる絵、一口サイズで食べられそうです。そしてベトナム産というのもすごく珍しいです。続いてキャンベルインスタントスープアソートペール缶48食入り、お値段が2998円でした。1食あたり62円です。やっと店舗に入荷されてました。私これ購入したかったんです。聞くところによると新規店にしか販売されてないということを聞いてて、オンラインショップで買おうか悩んでた商品です。中には3種類のスープが入ってます。このペール缶が可愛くて欲しかったです。今回はこんな感じで買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今週もものすごくいろいろな新商品が販売されてました。今回は頼まれ物多かったですが、いろいろな新商品購入したかったもの購入できてよかったです。サンドイッチのシュリンプだけはちょっとがっかり、残念ですがいい思い出になりました。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画もお楽しみに。